さてイエスは弟子たちにも話をされました。ある金持ちが会計の管理人を雇いました。ところがこの管理者はずる賢い男で数字をごまかしているという噂を聞きました。早速金持ちは彼を呼びつけて言いました。帳簿をごまかしているというもっぱらの噂だ。何ということをしたのか。もう任せておけないからやめてもらおう。報告書を出しなさい。男は考え込みました。さてどうしたものか。クビになるのは時間の問題だ。力仕事はできないし、かといって物乞いをするのも恥だ。待てよ、そうだ、こうしよう。これならいつクビになってもみんなが面倒を見てくれるに違いない。どうしたかというと、彼は雇い主からお金を借りている人を一人一人呼び出して話し合ったのです。まず最初の人とはこんな具合に。主人にいくら借りがありますか。オリーブ油100バテです。そうですか、これが証文ですね。さあこれを破って代わりにその半分を借りたという証文を書くのです。次の人にも同じように。あなたの借りはどのくらいですか。小麦100コルです。いいでしょう。では新しく80コルの証文を書いてください。これと取り替えてあげるから。この抜け目のなさにはさすがの金持ちも舌を巻き、うまいやり方だと褒めないわけにはいきませんでした。確かにこの世の人々の方が神を信じる者たちよりずっと抜け目がないのです。不正の富を利用してでも親しい友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、親切にしてやった人たちが永遠の天の住まいに迎え入れてくれるでしょう。小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実です。小さなことに不忠実な人は大きな責任を与えられても忠実に果たすことはできません。この世の富も任せられない人にどうして天にある本当の富を任せることができるでしょう。他人の富に忠実でなかったら自分の富さえ任せてもらえないのです。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方に忠実であるか。あるいは一方を重んじて他方は軽んじるようになるからです。神と富の両方に仕えることはできないのです。何よりもお金に目のないパリサイ人たちはこの話を聞いてイエスをあざけりました。そんな彼らにイエスはおっしゃいました。あなた方は人前ではいかにも上品でうやうやしい態度をとっています。しかし神はあなた方の悪い心をお見通しです。いくら人の目をごまかし称賛を受けても神には憎まれるのです。バプテスマのヨハネが現れて教えを説き始めるまでモーセの律法と預言者たちの言葉があなた方の指針でした。しかしヨハネ以後は神の国の福音が述べ伝えられ、大勢の人が無理にでも入ろうと押し合いへし合いしています。しかし律法の一つでも効力を失ったわけではありません。たとえ天地が滅びようと律法はびくともしないのです。誰でも妻を離縁して他の女と結婚する者は姦通罪を犯すことになり、夫に離縁された女と結婚する者も同罪なのです。ある金持ちがいました。きらびやかな服を着、贅沢三昧の暮らしでした。ある日のこと、その家の門前にひどい病気にかかったラザロという物乞いが横になっていました。金持ちの家の食べ残しでもいい、とにかく食べ物にありつきたいと思っていたのです。かわいそうに犬までがおできだらけのラザロの体をなめ回しています。やがて彼は死にました。天使たちに連れられて行った先は生前神を信じ正しい生活を送った人たちのところでした。そこでアブラハムのそばにいることになったのです。そのうちあの金持ちも死んで葬られましたが、彼の魂は地獄に落ちました。苦しみあえぎながらふと目を上げると、遥か彼方にアブラハムと一緒にいるラザロの姿が見えます。金持ちはあらん限りの声を張り上げました。アブラハム様、どうぞお助けをお願いでございます。ラザロをよこし、水に浸した指先でほんのちょっとでも舌を冷やさせてください。この炎の中で苦しくてたまりません。しかしアブラハムは答えました。思い出してみなさい。お前は生きている間、欲しいものは何でも手に入れ、思うままの生活をした。だがラザロは全くの無一物だった。それで今は反対にラザロは慰められ、お前は苦しんでいる。それにそちらとの間には大きな淵があって、とても行き来はできないのだ。金持ちは言いました。ああ、アブラハム様、それならせめてラザロを私の父の家にやってください。まだ5人の兄弟が残っているのです。
彼らだけはこんな目に遭わせたくありません。どうぞこの恐ろしい苦しみの場所があることを教えてやってください。それは聖書が教えていることではないか。その言うことを聞くべきだ。でもアブラハム様、彼らは聖書を読みたがらないのです。ですがもし誰かが死人の中から使わされたら、彼らも罪深い生活を悔い改めるに違いありません。アブラハムはきっぱり言いました。モーセと預言者たちの言葉に耳を貸さないのなら、誰かが生き返って話したところで彼らは聞き入れないだろう。ある日のこと、イエスは弟子たちにお話になりました。罪を犯させようとする誘惑はいつもあなた方につきまとっています。誘惑するものは忌まわしいものです。これら小さいものの心につまずきを与えるものは、首に大きな石をくくりつけられて海に投げ込まれる方がましです。いいですか、友達が罪を犯したら注意してあげなさい。そして悔い改めたら許してあげなさい。あなたに対して日に7度罪を犯しても、その度に悪かった、許してくれと謝るなら許してあげなさい。